こんにちは、シルバトです。今回はシェクターのヘルレイザーのレビューになります。このギターですね、90年代のビジュアル系が好きな人をね、魅了するような要素がね、たっぷり詰まってます。見た目もね、ギラギラな感じで、バインディングもね、非常に綺麗です。そして、で、このインレイ、独特なインレイ。マホガニーボディに、ネックもマホガニーで、トップはメイプル。そして、セットネックなんですけれども、ヒールレスカットになっておりまして、スルーネック風な仕上げ。もうこういうのね、90年代ビジュアル系好きな人はね、大好きですからね。そして EMG が2発、81と89が乗っていて、しかも両方ともタップができるようになっております。90年代のねビジュアル系が好きな人からするともう魅力的なところだらけですよ。でペグはね、シェクターのオリジナルロックペグになっておりまして、弦は裏通し、弦長がね長くなる分結構鳴りもね、しっかりとしてますよね。そして何よりね、テンションがね非常に柔らかい、かなりね太めな弦をね張っても大丈夫だと思います。このね見た目といいスペックといいね、90年代のビジュアル系が好きなおじさんはね、これねほっとけないんじゃないでしょうか。製造は韓国ですね。ではクリーンからいきましょうかね。リアです。まあ、出力は下がりますけど、あ、センターいいですね。センタータップ、ちょっと両方タップで。お、いいですね。これフロント。ちょっとコーラスかけてセンターのタップでいってみましょうかね。うん、めちゃめちゃいいですね。センタータップのねクリーンが一番いいのかな。フロントタップ、うんうん、いいけどセンターこっちの方がね広がりますね。ではちょっとドライブ系、お、全然普通にいいっすね。で、ちょっと OD-1 のまで見よう。ちょっとハイゲイン系いきましょうかね。で、これにディレイをかけてフロントで単音いきましょうか。
ボディが軽いんでレスポールみたいなこうズン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 みたいなのはないんですけれど、まあ、EMG はね幅広いですし、クリーンとね歪み、まあ、このね音幅もね EMG はね振り幅があるんで、見た目めちゃめちゃ偏ってはいるんですけれども、結構広いジャンルで使用できるギターじゃないかと。ここ最近はねあんまりこういうタイプのギターはね売れ筋良くないんじゃないかなというところではありますけれども、一本ねこれがあるとね結構ね家ではね使う頻度高くなるかもしれないですよ。まあ昔をね思い出すというか、というような感じでですね、気になる方はこのヘルレイザーぜひぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。